松戸市より NHK をぶっ込ます。平成30年の11月の今日は17日土曜日です。明日投票日を迎えます松戸市の市議会議員選挙を今 JR 松戸駅の西口で、ですね、このように NHK 撃退シールの頒布と受信料の配り方法を書いたチラシをお配りをしております。で、選挙運動と政治活動というのはそれぞれ別で、立花隆のビラをですね、配ること、立候補者の中村典子や関雄一の名前を書いていない、写真がないというものであれば、明日もですね、選挙の当日も政治活動ができるということで、明日18日日曜日は朝の10時から夜の6時までの8時間、松戸駅の各 JR の駅にですね、この黄色いジャンパーを着た、スタッフ、その旗を、ね、置いて、各、ね、あの駅に、スタッフを、まあ、派遣というかしたいと思っています。特にですから明日11月18日日曜日はですね、選挙運動はできませんが政治活動はできます。ぜひとも松戸駅、この JR 松戸駅の東か西かどちらかにおりますので、一人でも多くの方にボランティアにお越しいただきたいと思います。で、終わってから18時6時からはまたいつものサイゼリアで、1人1000円の会費で、食事会もしたいと思っております。最後にですね、明日18日投票日、 NHK から国民を守る党中村典子、そして、関雄一へと松戸市民の皆様の正義の一票を通していただきますようによろしくお願いいたします。以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。